それでは定例会見を始めていただきます。まず知事から発表項目ございます。お願いします。はい、今日は4点ございますが、最初はまず角熊安生先生の訃報についてですけれども、お手元に資料配布してあるんじゃないかと思いますが、大変悲しみに堪えないところであります。角間先生、ここにありますように、県議会では全国最年少で議長もやられましたし、また自民党県連では幹事長などなさったほか、国政でもですね、通産省の政務次官とか郵政の政務次官なんかもなさった方でございますし、県ではスキー連盟とか消防協会とか都市会医療団体連合会等々の会長も歴任されました。私も霞ヶ関時代に財政課長とか、税務局長などをやってた時に、いろんな会議でお目にかかったり説明に伺ったりしたことも何度かあったと思うんですけれども、大変ご見識も高い方でありましたが、やっぱり地方の立場、富山県ということをいつも念頭に置いておられて、発言もされてましたし、それから非常にお人柄のいい方だったなと思い出します。大変生前立派なご業績を挙げていただいた、また富山県のためにいろんな点でご貢献いただいたことに、敬意を表し感謝申し上げたい。またご冥福を心からお祈りいたしたいと思います。次に、浅野山関の先般の初優勝にかかる、パレードとか表彰について報告説明をいたします。ご承知の通りで、浅野山関は本県の力士としては103年ぶりの優勝という偉業を達成されたわけでありますので、今回、県からは富山県スポーツ特別栄誉賞、これは特別表彰の、なんですけれども、その特別認証を特別栄誉賞という名前をつけて贈呈したいと思っております。また富山市さんの方は富山市表彰特別表彰というものをなさるというふうに伺っております。それからその凱旋パレードとか贈呈式記念祝賀会は、浅野山関の負担をなるべく軽くしたいということで、合同でやることにいたしております。でまず凱旋パレードですけれども、16日日曜日のですね、午後15時35分から県庁及び富山城址公園周辺を回るコースをということにいたしております。でそれからまた贈呈式ですけれども、これは合同でオークスカナルパークホテルで行うと、また祝賀会も引き続き同じ場所で行うと、こういうふうなことにいたしております。祝賀会についてはですね、県とそれから市、また浅野山の富山後援会の皆さんが、県市の招待者と浅野山の富山後援会の皆さんがお出になるという予定にしております。から凱旋パレードのコースは一枚めくりいただいて別紙をご覧いただいた方がお分かりいいと思いますが、こちらについては富山市さんの方から県の方にお任せするというお話もあったようでありまして、富山県庁の正面から出発いたしまして、それから
城址公園の方を回りまして、アナクラウンプラザのあの角を駅の方に向かって曲がりまして、また天幕所市役所の前から左折して県庁に戻ってくると、こういうことであります。立本東坂両選手 の、 あの金メダルの時のですね、凱旋パレードと同じコースかと思います。まあ、できるだけ多くの県民の皆さんにですね、まあ、パレードもご覧いただきたいなということで、交通規制、まあ、警察官、警察の方とも十分相談しまして、また安全確保等を考えますと、まあ、やはりこのコースが一番だろうということで、ここに落ち着いたということでございます。まあ、できるだけ多くの方に朝の山関の晴れ姿を見ていただきたいんで、また報道の面ではまたご協力お願いできたらなと思います。